英語賞ありがとうございます。今回が投げ売りフィギュアを、購入して到着したんですけども、買ったよっていうだけなんですけども、1、2、3日前急にヨドバシさんで値下げられたやつなんですけども、ヨドバシさんって発売してそんなに日数経ってないうちにやばいくらい値下げすることあるんですよね。で、そんな感じで今回も買ってみたんですけども、ちょっと開けてみますね。ちょっとこれだけ結構でかいですね。はい、こんな感じで5つほど購入しました。ワンピースのフィギュア2ゼロが3体と、映画ブラックウィドウのフィギュア2を2体ですね。はい、でまずこちらがワンピース、フィギュア2ゼロ3体です、もう懐かしい感じになってきましたけど、マリンフォード頂上戦争編の、関連した商品化シリーズですね。でこれルフィだけ6月発売だったんですけど、バギーとクロコダイルは8月8日発売と結構まだ最近なんですよね。でもこれどれも半額以下ですよ。本当早いですね。結構前に動画出したんですけど、フィギュアツゼロフェイトのギルガメッシュで、あれも発売間もなくもう 70% オフくらいだったんですよね。本当フィギュアツゼロシリーズっていうのは価格がわけのわからないことになります。でも売り切れて入手困難みたいなのも一部あるんですけどね。それでもちょっと予約を悩ますシリーズではあります。でですね、今回これ開けないんですけれども、これだけ下がっちゃってるんですよっていう内容の動画になります。この動画を投稿してもまだ買えるやつもありそうだったので、一旦値段だけの動画になってます。はい、ではですね、まずフィギュアツゼロモンキー D ルフィ、定価とヨドバシさんで売ってた価格でさらにポイント入ったらっていうのを考えて最大差にしてみてます。定価が、6600円で、値下げ価格が1980円で、もし 10% でポイント198入ったら、引いてみると1782円なんですよね。そうなると大体ですね、約 72% オフくらい、やばいですよね。でお次がバギーで、これが定価7150円で、ポイントを含めた値下げ額にしてみると2682円、なのでこれが大体 62% オフくらいで、最後がクロコダイル、これが一番大きいんですよね。で定価が8250円、でもですね、バギーと同じ値段だったんですよね。なので2682円くらいっていうふうに考えると大体 67% オフくらいなんですよね。安いですよね。ということで今回のこの3体っていうのは大体60から 70% オフくらいで購入したっていうことになります。本当何なんですかね、やっぱ定価に内容を見合わないんですかね。ちょっと仕入れ値とか原価みたいなのも気になってきますよね。はい、でお次がですね、これはちょっと悲劇的なものもあると思うんですけど、映画ブラックウィドウのフィギュア2体になります。ブラックウィドウとタスクマスターです。本来なら5月に映画公開だったんですけど延期になっちゃったんですよね。確か11月公開、ってのも大きいですよね。フィギュアがだいぶ先に発売になっちゃったってのもあると思うんですけどね。でまずブラックウィドウ、これがですね定価6600円が、値下げで2980円、ポイントまで考えるとだいたい2682円くらいということで、約 59% オフ、もう 60% オフくらいですよね。そうなると。でお次がですねタスクマスターで、こっちに関してはもう本当映画が公開されてないので、どんなキャラっていうのがもうわからない状態ですよね。原作からっていう方ならある程度知識はあるんでしょうけども、映画でどんな感じになるかっていうのはまだ誰もわからないですからね。でそんなタスクマスター、これも定価は違うんですよね。ちょっと大きいので、
これが7480円。でもこれブラックウィドウと同じで2980円で売ってたの でそうなるとまあこっちだと 64% オフくらいってことになるんですよね。でまあこの2体はどこのお店もじわじわ値下がってきたんですけれども、ヨドバシさんも今回ガツンと値下がっちゃいました。本当にいいんですかねって感じです。はい、まあ、ということでそんな感じで今回5種類を買ってきましたっていう、まあ、本当ただの報告動画みたいになっちゃうんですけども、でやっぱりブラックウィドウの2体は映画公開されてれば、ちょっと違う展開にはなったんじゃないですかね。まあ安く購入できたっていうのは嬉しいんですけど、なんとも複雑な気持ちです。それでですね、あのブラックウィドウとタスクマスター の, あの開封動画っていうのはもう発売結構前ですし、あのすごい今動画たくさんあるんですよね。なので、まあ、私が出してもっていうところはありますので、あのちょっとまあこれまだ開けないでですね、あの映画公開されて見てからですね、まあ、あの一人で開けてニヤニヤ遊ぼうと思ってます。で、あのこの動画を作っている今現在だとブラックウィドウもタスクマスターもまだ購入できます。なんかタスクマスターは一回売り切れたんですかね、なんかそんな気したんですけど、あの今復活してます、あの買えます。でワンピースの方はすいません、現状もうバギーしか売ってないみたいですね。で表記販売休止中ってなってるんですよね。あの売り切れてる表記ってなんか予定数の販売を終了しましたとか、まあ、普通に販売を終了しましたとか表記いろいろあるんですよね。休止ってことは復活することもあるんですかね。あのすいません、その辺ちょっと詳しくわからないんですが、まあ、あの再開してくれたらちょっと嬉しいですよね。まあそんな感じでバンダイ製品ちょっとよくわからない現象なんですが、であともっとひどいのがあって、あのこれなんですけど、エヴァンゲリオン8号機ベータ臨時戦闘形態で、これあさって発売なんですけど、あの、まあ、動画作ってるタイミングにはなるんですけども、でアマゾン、まあ、あのマーケットプレイスなんですけど、まあ、なので実際アマゾン販売っていうわけではないんですけど、もうこれ見てくださいよ、ひどいですよね。発売前に 54% オフですよ。どうなってるんですかね。で、まあ、あのまあ出店してるお店さんも普通のお店っぽいですし、発売前に半額以下で販売ってことですよね。まあエヴァも映画延期ショックっていうのは受けてると思うんですけど、まあ、それでも本当これどうなってるのって感じですよね。まあ争奪戦のような入手困難品もあれば、発売直後やさらに発売前に半額以下にもなるっていう、本当謎です。でまあ今回持ってないっていうのもあるので、正直に言ってしまうと、まあ、安く買えたっていうのは嬉しいことなんですけども、まあ、やっぱりなんかちょっと複雑な気持ちですね。はい。でまあ時間見てワンピースのこのフィギュアズゼロのシリーズはちょっと近々開封動画も撮れたらななんて思ってます、ですのでですね、もし興味ある方いればですね、また見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今回はまあ買っただけの動画でした。であのまだ売ってるっていうものもあの先ほどお伝えした通りありますので、あの興味ある方よかったらヨドバシドットコム見てみてください。では、今回これで終わりになります、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。